こいつよーってなるよな、マジで。人がな、嘘ついてるとこみんなマジで気持ちいいから。幽霊視点で話聞いたのおもろいっすね。おもろいっすね。まあ、安木はパチこいてるのめっちゃ気持ちよかった。エイムが自滅したとこも最高やったな。はい、行くよ。色大丈夫か、はい、色。はい、大丈夫そうか。大丈夫です。うわ、危険かったなぁ、これ。裏っぽいことしなきゃ。何ここ。え？誰かが行かなきゃ。集合写真あるんだけど。こっちだ。今安全だろ、さすがに。え、開いたんだけど。え？おいやつ。おい、研究開部すわよ、おい。おい、会議や、会議。会議どこ、これ。緊急会議どこ？青いやつ。どこだ？これ。消毒あれ。ちょっと待って。もう一回試してみよう。くぐれるかどうか。あ、いけるわ。なんやろ。あぶねえ。全然通れたわ。あぶね、一人、無駄にやっちまうとこだった。え、誰か。え、高場お願い。覚えとけよマジで。高坊とゼッタマがいるよな。いや、怖怖怖怖怖。いや、これわからんな。どうかしました？どこにありました？ですね、あれ、これマップ、どっちでしたっけ、これ。真ん中の上の方ですね。真ん中の上の、で、デコン、なんだこれ。え？デコンタミネーション。ターミネーションの入り口？入り口というか、なんか下の部分。デコン、なんかロッカールームと、あの、デコンターミネーションの隣の、なんか、隣っていうか下の、下というか、扉開けるところみたいな。そうそうそうっすね。ロッカールーム。ああ、これ。ここになんか真ん中ら辺に死んでましたね。ああ。絆目は見てないの？絆目、お前さ、はい、このロッカールームからデコンタミネーションを通ってラボラトリーに来たやろ？はい、ロッカールーム、ロッカールーム。見てないの？そうですね、はい。見てないの？誰ですか？誰か。最初、え？俺か。俺多分。カセさんがいたの覚えてるんですけど。あ、え？加瀬さんどこにいました、ずっと。ロッカールームとリアクターで一緒にいたのが、ヤスケがリアクターとかにいて。はい。え、それ結構後の方じゃないですか。死体が発見される。俺一番最初にデコンタミネーション通ってる。麦パンが一番最初に通ったでしょ。一番最初は僕通りました。麦パンがなんか中入って、俺なんかこれ犯人しか通れないやつなのかなと思って。会議室にボタンを押しに行こうと思ったら全然違うかった。で、自分も押してみたら中に入れたから、その後ずっと上に寄って、高坊は左と右ずっと移動してた。リアクターとラボラトリーの間。うん、で、そこに安家が来て、一番最後に来たのが絆目。そうですね。で、高坊はこのミッションを終えて社会やるときに、絆目にやられたとしか思えない。え、そんな僕が疑われてるんですか？やべ、わかんない。すいません。いや、もう俺にはそのルートしか見えん。エフェクトがそんなことする。いや、でも分からんな、今の全然通行料つかめんかったからな。あ？あ？おい、なんで入らず、あっちから来たの？え、下の方やりに行ったってこと？
やばいやばいやばい。くそ。はい、壊れ。よし。これ見せるとみんな死ぬ。あれ、うん、死んでるわ。あれ？あ、これタスクだったわ。え、なんでハイライツ上から来たの？え？え？どこで見つけた？さっきと同じぐらいロッカールームの横の入り口のところで死んでる。なんでや？殺しやすいんすか、ね、ちょっと待って、最後に緑のやつおったよな。デコンタミネーション。俺ではないっすね。あれさ、多分それ自分なんですけど、それあのみんな間違って入ってきたじゃないですか、デコンターミネーションの方。え？え、あのボタン押すのに、あ、それで自分も間違ったんですよ。そっちに行って、でも上来てで帰って行って。なんで上来たの？上？あ、あれはエラー直しに行ったんですよ、グリーンハウスは。グリーンハウス？いや違うって、リアクターとラボラトリーの方に来たやろ、お前最後。いや行ってないですね。え、それは一番最後お前デコンタミネーションおったん。いや一番最後はロッカールームとコミュニティケーションズの上のこの黄色いところに直してましたね。一番最初に聞いときたいんだけど、俺はカフェテリアにおって警報になった時に上に行ったグリーンハウスからハイライト降りてきてんけど、まあ、なんであんなとこおったん？それ警報鳴ったじゃないですか。うん、直すときってなんか出ますっけ？矢印出る。矢印出ますよ。矢印はなんか出ますけど、めっちゃ多くないですか？多いけど。2つで出てくるんじゃないですか？多いけど、残念ながらグリーンハウスにはなかったと思うんだけど。え？グリーンハウスありましたよね。いや、ありました、ありました。グリーンハウスにグリーンハウスにあったのになんで降りてきたの？それかどうかがわかんなかったんですよ。はぁ。あ、そのまま下に向かってきたんですね。で、上向かってグリーンハウスやりましたよ、結局。いや、あの、戻ってきてないそれでちょっと。ああ、俺戻ってる見えましたよ、俺。なんかみんな向かっていくので、で、そこへハイライトさんも気づいていきましたね。そこ見えました。行きました、行きました。いや、だから行って、グリーンハウス行って、あの、河川さんが俺ついてったんで分かるんですけど、先頭切ってたんですけど、なんで手前で止まったんですか？どこの？あの、グリーンハウスの手前です。待ってね、俺直したよ。え？僕ですか？え？いや、上行ったって、グリーンハウス。いや、1回目から気になってたんですけど、矢印の反対方向に加瀬さんが行ってもなんか、エマージェンシーやりますか、もう一回。こいつマジで言ってる。いや、そこまで言うなら俺が押しますよ。ああ、はい。俺も一番最初に矢印見えた時に誰かが先頭を切らないといけないからグリーンハウスに来ました。はい。グリーンハウス終わって左下に行って、リアクターとラボラトリーの間に矢印やってるで、みんながランチパッドの方に走って行って、で、ここのデコンタミネーションって行った人分かると思うけど、ポチッて押して開けて中で消毒してまた奥で開けなあかん、ね、はい、時間かかって残り15秒やから俺焦って一番上まで到達してんけど、自分のタスクでなぜか自分のタスクの矢印でこれで、ああ終わったわと思って下に帰ろうと思ったら、このデコンタミネーションの門の手前消毒エリア内に緑のやつがおって、これ味噌来てんねんなと思って、死体が発見されたんがロッカールームとデコンタミネーションの間。これ入ってないっすね、そこ。みそさん下いましたよ。じゃあ誰これ、一番最後に俺下におって色見間違えたかもしれない。え、じゃあもう見間違えるんやすけさん。あ、色的にやすけさん、まあ、俺のこと疑ってきましたよね。あ、うん、分かりました。本当に俺目線でもう本当に申し訳ないんですけど、1回目も確かグリーンハウスらへんに矢印があったのに、なんかマップ全体のその左下らへんずっとかけてたんですよ、1回目、うん、で、なんか2回目も俺ちょっとマークしようと思って河川さんのことを、
で、あのずっとついてたんです、ついてたんですけど、またエマージェンシーになった時に、そんで、グリーンハウスの方バー行って、はい、で、あここかってなって、俺がグリーンハウスの中入ってタスクやってたんですけど、なんで入り口の前で止まってたんかなと思って。全然止まってないです。俺ハイライツ下に降りた時に一回振り向いただけで止まってないです。ちょっと待って、怖い、黒塗りがあったんや。え、マジで怖い、何これ。いや俺マジで止まってないんで、ハイライツが下に降りてきた時に一回そいつ見ただけやから。すみません、俺スキップしよう。すみません、ちょ、何もできねえ。いやこれ良くないって。やすけでも、やすけでもないねんって、これ絶対やすけに入れたけど、やすけに入れたけど、そこまで言うなら誰か俺ついてきてほしいんだけどな。俺は今疑われてるから殺されへんはず。何これ。こいつ正気かよ、マジで。やべって。すんません、マジでないっす。やべえこいつ、マジで。すんません、あたした。やば。ほらもうだって、ハイライツおかしいやん。なんで上から降りてきたお前。いやでもそれはマジで矢印がよとか言って危ねえって思って看板入れてよかった。いやマジで絶好のチャンスやった今。いや、あ、これ風さん一人だったと思って入らせたんで行きました。そう、マジでもうこいつに鬼やらすなよ。いやもうやりたくないんですよ俺だって。穏やかにやりやがって今度はよ。いやエイム引きすぎだわさすがに。別目線見たいな。最後こっちか。頼むついてきて、頼むお前らついてきてくれ、頼む。一人じゃできねえ、ここ。よし。どうも。カフェテリアにありましたね。したい。カフェテリア。あ、そっか。一回も見てないで、ズッサマさん。ヤスケさん、どうやってリアクター行きました？リアクター行ったの、あの、固まってたじゃないですか。河川さんとか、あの、キズナメさんとかと。はい。で、バーって一緒に空いてたんで。なんか最初、俺とロンチパッド行って、はい、あ、そうです。ロンチパッドかメドベイ行って、で、ロッカールームの方俺入ったんですけど、なんか明らか早くないですか？おかしい。だって俺一番最初のゲート開いてる時、ブラックダンとキズナメしかいなかったよ。ずっとこの3人でしばらくいたけど。え、ちょっと早いって何があるんですか？実はなんですけど、あの最初もっと早くに下に見つけてたんですけど、下の方に人影あって、あの怪しいなって思って、多分すぐ見つかるから、ほうで、その追いかけたんですけど見つけられなくて、あー、で戻ってきて、なんか、怪しまれるかなって思って人と一緒に行ったんですよね。で、なんか色は、キズナメさんっぽかったなっていうイメージが、ちょっと暗くなってたんで。キズナメではね、ずっと一緒にいた。見つけた時ですか？ずっとそこに一緒にいた。最初に見つけた時ね。俺もエイムさんとずっと一緒にいたんで、そこはエイムさんがよく分かってるはずです。あの真っ先に信用勝ち取ろうと思ってランチパッドのタスクやって、あ、デコンタミネーション、あ、ヤスケさんと一緒にいたんですよね。そうです。で、もうあの色見失ってた、申し訳ない。アラーム鳴った時にもうエイムさんと一緒にいたと思って、一緒に行きましたね。はい、で二人きりになって殺されてもいいやと思って、俺普通に助けられて死ぬかなと思ってたんですけど、そうですね、ちょっと大丈夫。あのバルコニーで誰か入ってったのは分かったんですけど、ワープしてったの見えたんですよ。え？連続で
即通報みたいな、ね、ちょっと怖いっすわ。とりあえず高坊みたいなとこある。とりあえずそうっすよ。俺もダメです。マジで違う。ここまでの情報だけもらっててありがとうな。ある。よし、どこで見つかったんだっけ。ストレージ前ですね。あ、ストレージ。ああ。やすけ俺のことつけてたよ。いや、そうです。もうずっと、河川さんかエイムさんは、もう確実にあのどっちか視野に入れとこうと思って。やるしかない。わかんないっす。やるしかねえ。やるしかねえ。悪いけど。違うからしなくてやるしかねえ。今回マジやばい。むずいなぁ。そうそう、次で決められてやばいと思う。いや。これえげつないな、おい。いや、もうこうなったらタスクゴリゴリにやるしかない。いや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 。ムイパンさん社どこで見つけました？あ、僕、はい、デコンポ、ん？デコンターミネーション。自分でやってな。見つけたよな。自分でやって。二人で入ったもんな、ヤスケとな。俺は見てたよ、ロッカールームで。お前ら二人が入っていくとか見てたけど。いや、でも。で？な、俺がな、お前らデコンターミネーション入った時に、俺はそのデコンタミネーション手前のタスクやってロッカールームからグリーンハウスのタスクやりに行こうかなと思って行ったら、お前ら二人になった瞬間すぐやったな、麦パンな。早かったな、連打しちゃった。通報したくなかったんやろほんまは。連打しちゃった。連打しちゃったかなこれ。あっちゃー、やっちゃったな麦パンくん。これ麦パンくんなんか言うことある？くすー連打しちゃったよな。やった？やってないっすけど。やってないね。お前見つけたんやろ？その時誰かおった周りに。数えましたよね。うん。で、俺の行動は？数ずつ一緒にデコンタミネーション。一緒にデコンタミネーション入ったの俺。はい。てか聞こえますね。で俺どこ行ったの？そのヤスケの死体見つけた時すぐ後ろにいましたね。あれ俺がやったんじゃないんだ。え俺がやったの？俺がやったけ。そうですかね。そう、そっか、俺かも。じゃあ俺かもな。俺見てたしな、ロッカーで。俺かも。俺やったかな。記憶にねえんだけどな。僕も記憶ないっすね。ああ、そっか。一回落ちてみようかな、ミパンの。俺かもしんねえけどな。もう一人いんのか。俺にこすりつけてたのわからなかったのにな。もう俺は限りなく白だから、もう。あれ？あ、来た。これタスク終わりだ、俺。いや、見れるとこねえから、ここ。何どうした？いつか、いや、さっきの死体見つかったときに、はい、俺ハイライトさん、ソさんと一緒にいたんですよ。はいはいはい。そうですね、ってことは、河川さんか、はい、麦パンさんのどっちから殺したってことじゃないですか。これ麦パンさんで終わんないってことは。いや、違いますね、それは。で、一緒にいたってことは、はい、俺とハイライトさんとミソさんは白なわけですよ。はい。ってことは、はいはい、河川さんかエイムさんなわけじゃないですか。うん。はい、ああ。ミソさんは違う気がしますね。
あれ？え？ LINE かな？一緒にいたってこと？ハイライトで。あ、今一緒にいたんで、はい。俺もこの二人と一緒にいたんですけど、今、そうっすね。2対1だったら俺殺しにかかってくると思う。いや、もういないのか、そもそも麦パンさんが黒だったら。はい。まあ、この二人黒だったら俺のこと殺しにかかってくると思うんですよね。あ、やらかした。だから、これブラックダンスだと思うんですよ、黒塗りしてきた。そうっすよね。もう二人に。僕もそう思いますね。これはもう、だって2対1の状況作れたら俺死んでますよ。俺だったら殺してる。どうしました、ブラックダンスさん。なんか俺がどうこうって言ってましたけど。やらかしたって言いましたもん。ちょっと今思ってたんですよ。あ、例えば、二人、さっきの時点で二人残ってたら、ムイパンさんが殺しても終わんねえなと思って。はい。どうかしました、まあ、ちょっと、まあ、まあ、あの、落っちゃいました、ボケツ。どうしたなんか、遺言かな言わないんですけど、決して、あの、お前ちょっと、ちょっと待ってね、今喋ってるとこ悪いけど、ちょっと先に、なんかあったなんかあった やらかした。なんで攻めたな、お前マジで攻めたな、無駄に無駄に攻めたな。やばいってえ、これエイムで終わりでしょ。そう、そうかもしれないですね。そうだよね。いやもうそんな気がしますね。エイム、よかったなお前な。ブラックダンがなんか意味わからんことしてるなあいつな。エイムさんミュートしてますけど。え、ちょっと、はい、さすがにここもうちょい考えましょう。何を、何か迷うことある？いや、俺じゃないのは本当なんで。はあ。どうすっかな。どうすっかな。な。ソさん結構一緒にいるんすけど、ね。二人になったことありますか？この二人で。僕とミソさんですか？ずっと二人ですか？三人目とかいなかったです。ずっとではないですね。なんかずっとではない。三人目入ってきたり、二人だったりみたいな感じ。はあ、でもそこで殺さなかったのか。僕がグリーンハウスで一人でやってる時も、うん、まあ、殺されなかったんで、うん、これ河川さん釣りたがってるのもあるんで、河川さんの可能性はあるんじゃないですか。あ、いろいろヘイト向かせて自分に結構来ないようにしてるんで。まあ僕はハイライトさんとミソさんを信じますけどね。でも俺信じますかね。俺リアクター見に行った時に、はい、この二人でいたんですけど、はい、でそもそもその時に殺してるはずじゃないですか、はい、それだったら2対1で、はい、1対1か。はい。俺は顔も河川さんしかありえないと思ってます。はい。みそさんどうしますかこれ。これも入れときますね。まあ。お二人にもう決めてもらおうかなって。まあ。なるほど。お疲れっす。どっちだ、騙されてんのお前ら。おい、どっちか騙されてるって押せ、押せ、早く押せ、早く押せって、押せって、見せ、お前押せって、押せよお前、来んなお前、押せよ、押せって、え、押せって、押せって、ナイス。わー、いや、ほんとに申し訳ない。ごめんなさい。どういうことっすか？え？なんで殺さなかったんすか、むしろ。もう、それは。いや、俺、なんもしないっす。いや、てか殺そうと思ったら、殺せなかったっす。ごめんなさい。これは、先般かもしれないっす。いや、気持ちよかった、ミソ。何言ってんのやろ、こいつって思ってた。一生思ってましたね。いや、笑い、よく笑わんかった。申し訳ない。
ハイライツはな、ハイライツやたらミソのこと信じてきて、二人、エイムが2人に対して、いつも一緒にいたんですかって言って、いや、いつもってはないですけどねって自分で言ったらミソだから。そう。自滅した、完全に。強靭。